エステポナは、スペインアンダルシア州マラガ県のムニシピオ。エステポナの名は、アラビア語のエステブーナに由来する。また、アラブ、ローマ支配以前に一帯に住んでいた、ケルト人たちが崇拝した女神、エポナに由来するという説もある。肥沃な谷に広がるエステポナは、地中海に面子約 23km の海岸線を持つ。ベルメハ山地が、市街の北部に伸び、 その最高地点は1449メートルである。エステポナはコスタデルソルの他地域と同じく地中海性気候であり、夏季は頻繁に摂氏35度近くまで達するほど暑く、冬季は日中の最高気温が摂氏15度と穏やかである。年平均気温は摂氏18度程度である。年降水量は少なく、年間降水比は35日を下回る。 19世紀に描かれたエステポナカドイシやドルメンが発見されており、戦士時代から人が定住していたことが証明されている。その起源については後世に様々な議論がなされているが、天然光を持つイベリア人の都市の存在にあると見られている。現在は退席してしまったが、イベリア人のオッピトムソールデバが現在のエステポナ近郊にあったとされる。しかし近年になって、 エステポナ中心部で、ローマ時代の遺跡が見つかっている。これは防衛上だけでなく、塩の産出という産業目的で、ローマのビッダがあったことになる。イスラム支配初期には、この地に、エーエル・イクステバナという名の要塞があった。都市の名称として最も古い記録である。1342年、エステポナ沖合で30隻のガレー船が戦った、海戦が起きた。 ジェノバ共和国の支援を受けたアラゴン王国とカスティーリア王国の艦隊が最終的に勝利した。イスラム支配時代の15世紀、エステポナ住民はエンリケ4世への納税を拒否し、最終的にはキリスト教徒を襲撃するようになった。1456年から翌年にかけ、エステポナの市街と城がカスティーリアに征服された。レコンキスタ時代、 海岸線の防衛のため新たな市街を建設することになり、旧市街や要塞は破壊された。カトリック領王時代とその後のフアナ女王時代は、エステポナはマルベイリアに合併され、この状態はフェリペ5世時代まで続いた。15世紀から19世紀まで人口が増加し続けた。その伸びは過去2世紀間、20世紀後半まで安定し、その後急激に増加している。 近年まで漁業と農業が中心であった。農産品は大半がアンダルシア有数の歴史を持つエステポな農業、共同組合を通じて市場に出されている。野菜、特にレモンやアボカドが知られる。漁業ではイワシやアンチョビが水揚げされる。1980年代からは観光、特に滞在型観光が急激に伸びた。多くの外国人観光客が増え、 地元経済やインフラの改善を助けている。ありがとうございます。